はい、もちもち TV のもっちです。今回は1000円自販機を、初めてやってみた話をしたいと思います。ちょうどその時、撮影機材を何も持ってなかったんで、この家で後日撮るっていう形になってしまったんですけど、人生で初めて1000円自販機をやってみたんですね。たまたま走ってたら、浜松の、高岡町ってところをたまたま走ってたら1000円自販機があって、これはもうやるしかないと思ってやってみたんですね。で、一つまず思ったのが、1000円自販機のくせに、単体で立ってるんで、ゲームセンターの前とか、お店の前とかにも立ってるわけではなくて、両替機がないんですよ。だから、自分で自力で1000円札を用意してこなきゃいけなくて、これ結構めんどくさいやつだなって思ってたんですけど、近くにゲームセンターがあったんで、そこで1000円札を用意してきて、行ってみたんですね。で、気になる結果なんですけど、まずボタンを押すじゃないですか。で、おなじみのガチャンっていう音とともに、こういう白い箱が出てくるんですね。で、これが一つ目の箱なんですけど、おー、これはよく YouTube で見る1000円自販機のあれだと思って、初めて見るぞと思って、さあ何が入ってるんだと思って、で、開けてみるんですね。で、開けてみた結果、やっぱり出たのは、この時計なんですね。この見た目では結構凄そうに見えるかもしれないんですけど、この白い箱から出てきた時計は、そんな大した時計じゃないなっていう、そんな感じが僕はしてるんですけど、とりあえず一つ目はこの時計が出たんですね。で、時計は多分あるあるだと思って、これ YouTuber がやってるのも見たことあると思って、時計は結構出るもんだと思って、さあ2回目だと思って、2回目をやったんですよ。で、2回目はガチャンっていうすげえ結構重い音がして、これは期待できると思ってガチャって覗いたら、もう白い箱もなくて、剥き出しでこれが入ってて、白い箱もないと思って、ディズニーのミニーのマグカップなんですけど、これはちょっと使い道がないぞと思って、せっかくドンっていう重い音がしたんで、ちょっと期待したんですけど、こうやって開けた瞬間にこれが入ってたんで、うわ、これ残念だなと思って、とりあえず気を取り直して3回目をやろうと思って、で3回目をポチッとしたら、でカシャンって軽い音が出てきて、これ軽い音だなと思って覗いたら、何ですかこれ、あなたも K って言って、スマホに取り付けて、で、それで文字を書いて写真を撮ると、そのスマホの写真のところにちょうど文字が浮かび上がるっていう、ここでこんな感じで4コマ漫画で解説されてるんですけど、これが出て、そんなにいらない、これ多分相当安いもんだろうっていう感じがして、ちょっと心が折れかけてるんですね。でも二度あることは三度あるっていうじゃないですか。で、四度目なんですけど、四度目をした時も白い箱はなくて、出てきたのがこちらなんですね。メガネ型拡大ルーペということで、メガネ型拡大ルーペなんて使わないよと思って、いらない商品できたなというところで、ちょうどここで僕の心が折れました。せめてこの下から箱を取り出して、この白い箱を開けるワクワク感を楽しみたいんですよね。3回連続でこの白い箱のものが出てこなかったんで、ちょっとそこで心が折れて、4000円使ってやめてしまいました。このいらない4品をどうするか迷うんですけど、違う場所でまた1000円自販機があったら、やっぱりまたチャレンジしてみたいなって、結構チャレンジスピリッツがあるんで、違う場所だったらまた出るんじゃないかみたいな、いいものが出るんじゃないかっていう期待があるので、違う場所でまた見つけたらチャレンジしたいと思います。はい、以上、もちもち TV でした。